やってみっか。青パイパイからドラゴンボールを奪い返した悟空はついにレッドリボン軍の本部を突き止めた。一方、その本部では悪の親玉レッド総帥がレーダー上の接近するドラゴンボールをタオパイパイのものと思い込み、到着を今か今かと待ちわびていた。いよいよ相まみえる両者、決着の時が迫る。84番機、応答せよ。やられた。どういうことだ。レーザーモニターを映せ。総帥、4個のボールの持ち主はタオパイパイじゃありません。あの孫悟空とかいうガキです。なんで、あの小僧がここに。まさか、タオパイパイがあの孫悟空にやられたということか。貴様ら、奴を一歩も入れるんじゃないぞ。
Come on!